竹内涼真です。 You are watching Backstage Pass on BuzzFeed。 僕の名前を出してくださって嬉しかったです。この役に臨む覚悟を持たないと多分この役は演じられないなと思いましたし、すごく桐生一馬っていう役を僕ができるって思ってくださったことがすごく僕は嬉しかったんですけど、撮影がちょうど5月ぐらいだったんですね。2023年のもう22年の年末ぐらいから格闘技だったり体作りを始めていたので、プラス撮影終わるまでだと本当9ヶ月間ぐらいこの役についてはすごく、考えていたかなという感じです。原作の桐生一馬になるっていう意識は持ってなくて、桐生一馬を自分に入れるというか自分に引き寄せるっていう作業を僕はいつもするんです。実写化の時に、やっぱりゲームのコピーではなくて、もちろん原作がすごく人気でビジュアルが強いのでゲームの桐生一馬であるけど演じるのは一人の人間なので、いかにそれを人間に落とし込んで僕がどういう表現をしたいかっていうところまで自分にこう引き寄せなきゃいけないので、その作業っていうのはすごく覚悟がいることでしたし、簡単なことではなかったので、そこはそうですね、撮影が終わるまでずっと戦ってたかもしれないですね。でも新しく作り上げて演じていると、時にきつい時にそういうゲームのキャラクターの原作っていうのは助けてくれるんですよね、僕のことを。だから原作のビジュアルだったり原作の桐生一馬っていうのは演じる時はすごく奥に僕はしまっておくようにしてます。愛情というものにすごく飢えた人間だなというか、彼を突き動かすエネルギーって愛なんですよね。どうして強くて人に優しいか、なんで強くなりたかったかっていうことが彼のキーで、それはすごく幼少期に感じていたストレスだったり欠落している愛情の部分とか、そういうものを彼は常に追い求めてる。愛されたいから愛すんだと思うんですよね。そこのエネルギーっていうのはすごく爆発的で、ただそれを言葉では彼は表現しないので、その不器用さっていうことがすごくチャーミングなのかなって、日本人らしい男だなという印象はありますね。あると思います。そこも理解した上で多分僕の中に桐生を入れてるので、すごくところどころでリンクする部分はあると思います。一人の社会人として一人の人間として認められるんじゃないかっていう、そこの場所がたまたま多分堂島組だったんだと思うんですよ。認められたくてちゃんと自分という地位が欲しくて多分その世界に飛び込んで、ただそこの入った先にはいろんなそのダークなものを知るんですよね。初めて知ってからの2005年だとやっぱり全然印象が違うだろうし、より95年にこうなんていうんだろう、感じていた大人への世界の高揚感とか、この熱い熱量をどんどん発信して怖いもの知らずでどんどん突き進んでいくっていうものがやっぱりできなくなる、2005年っていうコントラストはあったんじゃないかなと思いますけど。タイムスリップしたみたいでしたよ。それは監督竹本さんが本当に細部まで神経を張り巡らして演出してくださったおかげで、ものすごくリアルになってると思います。すごいやり方があるんです。あれ2時間半ぐらいで終わるんですけど、本当はもっとかかるんですけど、短時間でものすごく綺麗にかつそんな簡単に落ちない、タトゥーの専門職のチームの方が彼らしかできないやり方があるんですけど、ものすごい技術で毎回毎回僕の背中に竜を入れてくれたので、映像の中ではすごく光って見えるんじゃないかなと思います。自分が思っている以上に温かく評価してくださって嬉しかったし、頑張ってよかったなってすごく報われた感覚はありましたし、やっぱり歴史あるすごく魅力的なゲームの原作なんだなっていうのを感じましたし、だからこそ僕らが一から作り上げたもう一回新しい龍が如くの世界がどれだけ面白いと思ってもらえるのかっていうのはすごく自分でも興味が湧きましたね。家族、そして愛の物語だと思ってるので、僕らがこの撮影期間中に感じてたすごく繊細な愛に飢えた人たちのこの感情のキャッチボールは受け取ってもらえると嬉しいなと思うし、こう見てほしいっていうのは僕はあえて言いたくないし、そういう余白がある作品だと思うので、ただやっぱり僕らが現場でやり取りしたすごく熱い熱量っていうものは日本を超えて世界に通じるんじゃないかなと僕は思うので、そこはすごく楽しみです。いや、嬉しいの一言ですね。作り直すっていう作業ってめちゃくちゃ難しいんですよ。怖いことだし、そういった部分を原作者の方が一つ認めてくれるっていうのは僕ら作り手としてはすごくやっぱり報われますし、頑張ってチャレンジしてよかったなというふうに思いますね。自信はすごくあります。僕らが現場で感じた熱量っていうのは絶対に間違いじゃないっていう確信はあるので、やっぱり僕らが命かけて作った新しいその龍が如くの世界に、なんだろう、何も考えず飛び込んでもらえればあっという間に6話まで見終わっちゃうんじゃないかなと思います。